今日負けるとパリーグの連敗記録の15に並ぶロッテはついに神頼み、なりふり構わず1勝を目指しました。2対2の同点で迎えた3回、4番フランコ、一塁二塁のチャンスになんと送りバント。不振が続くキャプテンが勝利への執念を見せます。バントは決まりませんでしたが、結局フランコはフォアボールを選び、ノーアウト満塁とチャンスが広がります。しかし続くキャリオンが変わった2人目斉藤に打ち取られてしまいます。最悪のダブルプレー、一瞬で2アウトとなり、ロッテに嫌なムードが漂いました。それを吹き払ったのが今日6番スタメンの大村でした。右方向に逆らわず打ち返し、タイムリーツーベースヒット、ロッテ4対2と勝ち越します。しかしそのリードをリリーフ陣が守れません。7回同点に追いつかれ、5人目藤田も4番吉永にタイムリーを浴びてしまいます。これで6対4と逆転されたロッテ、今日も苦しい展開です。いきなり2アウトフルベース、ここで1番平井がレフト前1周年の2点タイムリーヒット、土壇場で6対6の同点に追いつき延長戦へもつれ込みます、しかし11回表大栄井口に第9号スリーランホームランを浴びるなど4点を取られ、結局ロッテは10対7で敗れました。ついにパリーグワーストタイ記録の15連敗です。豊田さん、マリーンズは15連敗中ですけれども、もし豊田さんが監督だったらナインに何て声をかけますか？そのうち勝つからって言いますね。負け続けることはない。ないです。さあ、マリーンズの先発は中6日クロフォードです。初回先頭の秋山ツーベースからワンアウト三塁となって大道、風は追い風でしたね、はい、しかし打撃優先でメンバー組んでますんでね、まあ、堀に取れという方がちょっと無理かなと思います、はい、1対0ホークス先制。その裏ホークス先発木村啓司からマリーンズもワンアウト三塁とします。3番の福浦ライトに抜けます。1対1すかさず同点に追いつきます。しかしホークス続く2回です。ヒット2本と送りバントなどで2アウト1塁3塁とします。そして続く1番に帰って秋山、ねえ、秋山こういうバット上手くなりましたよ、はい、今日4安打の活躍です。2対1勝ち越します。続く3回もホークス、この回先頭の大道レフト前に抜けます。そして4番の吉永、福浦をかすめながらライト前、ノーアウト1塁3塁です。そしてバッターは5番のロペス、5球目でした。これも変化球、1点に取られなくて1点ずつなんてね、変えにくいんですよね。3回まで1点ずつ3対1です。さあ2点を追う連敗中のマリーンズ、3回裏先頭バッターの福浦フォアボールで続くフランコ、この辺りで2塁まで行きます。2塁3塁となったところで2番手吉武にスイッチします。キャリオン倒れて大村フォアボール、ワンアウト満塁となったところで早くも3回で近藤監督動きます。酒井に代えて代打佐藤。連敗中の監督さんはね、こういうところであんまり動かない方がいいですよね、はい、何やってもダメなんですから、人を信じて任した方がいいですよ。チャンスを潰します。続く4回もチャンスを広げます。先頭バッターのシーニがヒットで出ます。ノーアウト1塁から小坂を送りますが、城島に渡って264、本当に何やってもうまくいかない、はい、4回までで3併殺。こうなると次に点を取ったのはホークス、今シーズン一番の当たりという城島の7号スリーランで6対1。この後マリーンズは2点返しますが、井口のランニングホームランなどで引き離され10対3。ホークスは今シーズン両リーグ最多の21安打で5連勝。マリーンズ12号スリーラン、このように見られるまずい守備で井口にランニングホームランを許すなど21安打を浴びて10対3と完敗。ついに16連敗と日本記録に並んでしまったロッテ、試合後いつまでも続いたファンのエールはどう聞こえたのでしょうか。と不名誉な新記録達成ということになってしまいます。ブルーウェーブ戦はグリーンスタジアム神戸です。こんなにマスコミの人が集まっているならうちのハスラスプレーを見てもらわないと、とかだったマリーンズ近藤監督、その言葉通りマリーンズは3回平井のヒットなどでワンアウト1塁3塁と先制のチャンスを迎えると、福浦の犠牲フライでサードランナー福澤が気迫のヘッドスライディング、1点を先制します。なおも2アウト2塁で主砲フランコ、大と一郎の頭上を越えるタイムリーで2対0とリード。打ったフランコはあとは勝つだけさとファンにアピール。勢いづいたマリーンズは6回にもキャリオンが熱い声援を送るファンの待つレストスタンドへ8号ソロホームラン、
3対1とリードを広げ、マリーンズベンチのムードは盛り上がります。そして9回裏、ここまでブルーウェーブ打線を3安打に抑える好投で踏ん張っていた先発黒木は、あと打者1人で連敗脱出という場面を迎え、バッターはプリアム。このプリアムの大きな当たりはレフトスタンドへ。マリーンズは土壇場で3対3、同点に追いつかれます。最後に試合を決めたのはこの一発でした。延長12回裏、ノーアウト満塁でブルーウェーブ代打広永が劇的なサヨナラ満塁ホームラン。マリーンズはプロ野球新記録となる17連敗です。マリーンズついに結構その難しい思うんです。もう数間ずっとついてきますんで。熱いファンの声援に後押しされるマリーンズ、ファンのためにももうこれ以上負けられません。ところが1回いきなりその声援が悲鳴に変わります。一郎にマリーンズ先発矢蓋が第6号ホームランを打たれ先制を許すと、2回にも藤井にツーランを浴びてマリーンズ早くも3点をリードされます。ファンを裏切りたくないマリーンズは3回やっと反撃。ランナーを3塁に置いてブルーウェーブ先発小林から好調堀がタイムリー。その後ツーアウトから福浦が歩き一塁二塁とすると、4番キャリオンがスライダーをうまく引っ掛け1点差に迫ります。しかしマリーンズは3回にも一郎のタイムリーで1点を失うと、5回ランナー一塁でダブルプレーを焦ったショート小坂が一郎の打球をエラー。これで矢蓋は動揺したのか、ニールに犠牲フライ。そしてプリアムの時ワイルドピッチと散々な内容、一郎の好走塁もあって6対2と引き離されます。いよいよ敗戦ムードが漂い出した7回、この男がやってくれました。三塁一塁にランナーを置いてピンチヒッターは疲労のためスタメンを外れていたフランコ。バットを折りながらも執念の一撃、1点を返すと鳥もヒットで続き、ワンアウト満塁の絶好のチャンスが訪れます。ここでピンチヒッター山本の平凡なピッチャーゴロをブルーウェーブ三輪がなんと悪送球。これで2点差に詰め寄ります。しかし5回の2つのミスが最後まで響いたマリーンズ、18連敗となりワースト記録更新。夜明けはきっと来る。